蒼井翔太。江口拓也。木村良平。菅沼久義。杉山則明。高橋ひろき。豊永俊幸。野島健二。野島博文。畑野渡る。水島貴博。人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルース。皆様、人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルースにようこそお越しくださいました。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、人狼 TLPT のルーサーこと高知慎吾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、待ちに待っていると思います。本日戦っていただく出演者の皆様にご登場いただきます。蒼井翔太、高橋ひろき、豊永俊幸、野島健二、野島博文、以上のメンバーです。皆様、今一度大きな拍手をお願いします。すごい光景ですね。最初にいいですか、はい、何でしょう。杉山さん、高橋さんですよ、ね、なんか、いろいろテンパしてどっちがどっち、なんか、これは立ち位置変わるじゃないですか。それでは、早速ですが、幕張メッセイベントホールを舞台にした人狼バトル、ついに始まります。戦っていただく皆様から一言ずつね、ご挨拶を頂戴したいと思います。では、蒼井翔太さんから順番にお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。大勢の方の前で人狼をやるのがすごく楽しみにやってきました。今日は一日よろしくお願いいたします。では江口さん。はい、皆さんこんにちは、江口拓也です。今日は村人として狼をやっつけていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと濡れてるよ、大丈夫ですあの直前で染み取って乾かしたんですか、やめてください。ちょっと江口ちゃん、そのカレー取れた、カレーでやめてください。確かに食べましたけど、バターチキンカレーが落ちづらかったんで、よろしくお願いします。あ、もう戦いは始まってますね。さあ、続いて木村さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。本当にここで人狼やるんですか精一杯楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、菅沼さん、お願いいたします。はい、菅沼久志です。よろしくお願いします。先ほどあの始まる直前にですね、トイレに行こうと思ってトイレ行った時になんか緊張していて全く出なかったんですけど、今ちょっとずつしたくなってきました。
これいけ2時間頑張りますよろしくお願いします頑張って早めに退場するフラグかもしれませんねさあ続いて杉山さんですよはい、杉山のりゆきです皆さん今日はよろしくお願いいたしますさあ続いて高橋さん高橋の方ですどうもよろしくお願いします、僕がどんだけ汗かいてもそれは何か隠し持ってるからではありませんので汗に関しては忘れてください一回どうもよろしくお願いしますお願いいたしますさあ続いて豊永さんお願いしますはいイメージカラーはレッドそうです赤なんですけど今日はなぜか木村良平の方が赤いんですよ確かにこれがレッドカードなんでしょレッドカードレッドカードこれは今まであまたの人狼をほふってきた返り口ですほふられないように気をつけますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ続いて野島健二さんお願いしますはい、野島家の弟野島健二さんですどうもいろんな人たちうわいろんな人がいるうわこんだけいろんな人を見ることはなかなかないのでとても楽しいですありがとうございます来てくれて嬉しいです、ここは心に何も響かないから大丈夫ですかおかしいな本当心の底から言ってるんだけどな目一杯の表現力です。負け？あ、でも大事な話しないといけない。お兄さんからも。4日前にカレーを作って2日間かけて食べて、で昨日のイベントのケータリングがカレーで、今日のケータリングもカレーでした。よ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よ。野島カレー。さあ続いて野島博文さんお願いします。はーい、野島家の長男野島博文です。ありがとうございましたこれからですよ恥ずかしながらこの自由な弟の兄ですこんな緩い感じですが最大のライバルはこいつです今日はよろしくお願いしますお願いいたしますさあ続いて畑野渡さんお願いします皆さんこんにちはこんにちは畑野渡です何の因果か呼ばれてしまいました精一杯頑張りたいと思いますよろしくお願いいたしますお願いいたしますさあ最後に水嶋貴弘さんお願いしますはい皆さんこんにちは水嶋貴弘でーす白ということで白星なのか白旗なのかまだ分かりませんがこんなにたくさんの人の前で人狼をやるってどういうのになるのかすごい楽しみなんで皆さんも楽しんでくださいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあこのメンバーが揃うのは4月26日に販売されたね DVD 第4弾以来ということで、第4弾にはね安本さんもいらっしゃったんですけれども、今回は、ナレーション出演ということで、オープニング動画にも声がありましたねさあさあ、皆さんどうですかこの光景めちゃくちゃ良いですよねいやすごい振っていただいてありがとうございますただ自分がどの色なのかわからないっていうねピンクと薄ピンクわかんねえよみたいなありますよその辺はあの後々しっかりと聞いていきますので、大丈夫です。大丈夫です。はい、そうですね。そうだね。薄い色の人がちょっと判別がつきにくいんだよね。そうなんですよ。でピンクとライトピンクとレッドがいるんですよね。これが紫もいます。バイオレットもいるんです。どんどん濃くなっていくみたいな。なぜこんだけ似てる色がある中グリーンが誰もいないんだ。そうなんですよ。緑の方がね何人かいらっしゃるからね。グリーン入ってるのにね。全員死ねと思ってらっしゃるから、はい、杉山さんが見るかな僕なんか黄緑らしいんですけど黄緑と緑なんか2色あるんですか僕もよく分かってないですけど黄緑と緑があるみたいですねあとはい、きなりがいますよねきなりなきなり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 います黄色っぽい人いないですかさあ黄色で皆さんの自分の応援する方々のね色を出してくれてますので皆さんぜひとも生き残って長い間ステージの上に立てるように頑張っていただきたいと思います。ステージに行きたいな。よろしくお願いします。さあということで今回も皆さんには人狼バトルで戦っていただきます。知力の限りを尽くしてください。お願いします。よろしくお願いします。それではここで人狼ゲームの基本ルールを確認したいと思うんですが、今回の人狼バトルライズ&ザ・トゥルースにもですね、今までの DVD 同様設定がございます。なんと今回はルール説明と合わせましてこちらにいらっしゃいます皆様による朗読ドラマでお届けしたいと思います皆様ご準備をお願いいたします
ね、人狼ゲームやると思ったでしょ、いきなり朗読するんですって、ね、すごいですよね。さあ初めての試みですからね。斬新斬新、どんな物語が紡がれるのか。さあ皆さん今ざわついてるのあれでしょう、マイクの高さでざわついてるんでしょう、みんなねえ高っ。いやいやいや誰もくぐれるとか言えてないから、ね、いや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 。さあ皆さん台本とマイクの高さの準備は OK ですか。大丈夫ですか。はい、はいはい、それでは人狼バトルライズ&ザ・トゥルースオープニング朗読ドラマスタートです。道を間違えたか。さっきの分かれ道逆方向だったかもな。大丈夫ですか旗の王子。国王様からの緊急招集に間に合わなかったら僕何のためにここまで来たのか。冗談だよ青い王子。もうすぐ城が見えてくるはずだから慌てんなって。よかった。途中で会えなかったら僕迷子になってました。どっからどう見たって迷子だったぜ。でもいくら緊急とはいえ各王子を一人で出歩かせるなんて危ないよな。仕方ないですよ。国王様が各地を統治させている王子たちの中から新国王にふさわしい人物を決めるための試練ですから。でも怖いですよね、もし山賊にでも襲われたら。囲まれてる。おい隠れてないで姿を見せろ。今すぐ引き返せ。命が惜しければ立ち去れ、さもなくば。さもなくば。いっそのことみんなで帰るか。え、みんな？その声は。もう脅かそうって言った本人がネタバレすんなよな。いや久しぶり、元気そうだな。菅沼王子、木村王子。脅かしやがって。そして私が江口王子だ。驚かせてすまない、俺はやめようって言ったんだから。やはりみんなも向かっていたんだな。ああ各地の統治の任についていた11人の王子全員が向かっているはずだ。ここに5人ってことはあと6人か。まるで同窓会だな。久々に朝まで飲み明かそうじゃないか。おいおい、新国王を継承するための試練だってことを忘れてるんじゃないのか。誰だお前。いや私は江口王子だ。真面目だね。いいか、時間がない。これ以上お前らに付き合ってたら遅刻してしまう。さっさと行くぞ。あ、待って。もうすぐ国限だけどまだ3人しか来てない。どうしようか兄さん。そうですね、ケンジ呼び捨て。今はライバルが減ってよかったって考えておきましょうか。何を白状な。野島王子たちは彼らにもしものことがあったらとは考えないのですか。おや杉山王子は白状とおっしゃる。どんな事情があれ約束の時間も守れないような男を新国王候補に残す方が情が薄いと思いませんか。なるほど、戦いはすでに始まってるわけだ。それは奇弁というものです。それに最近巷では恐ろしい化け物が出やれやれ間に合った。途中で豊永王子が山賊に絡まれてしまってな。絡まれていたのはお前だ。誰だ。高橋王子、水島王子、豊永王子。遅かったな。無事でよかったです。もし人狼に襲われていたらどうなっていたことか。人狼。人間に化けた狼が用途本性を表して誰かを食い殺すというあの噂の。
杉山王子は人狼なんておとぎ話を信じてるのか。それが伝説じゃないんですよ。私の統治下にあった3つの村を人狼に滅ぼされてしまいました。うちも同じだ。人間に化けた奴の正体をつかめず、まだ解決していない。うん、豊永王子の喉の具合も含め、この危機を見逃すわけにはいかぬ。何らかの手を打たなければ。一つ心当たりがあります。以前に国王様にのみ人狼と戦う方法が言い伝えられていると聞いたことがあります。その方法が分かれば。それは本当ですか？その情報は本当だよ。俺も聞いたことがある。あ、スワルマ王子。待たせたな、みんな。ごめんなさい、遅くなって。これで11人揃ったな。みんな、あまり変わっていないようだな。誰だ、お前。まあいいや。あ、感動の再会を祝して乾杯といこうか。おいおい、何度言ったら分かるんだか。しょうがないやつだな。休校を温めるのは後にしましょう。謁見の間で国王様がお待ちになられています。バカな、この中に人狼が紛れ込んでいるだと。これでは新国王を決めるどころの騒ぎじゃないぞ。なんとかしなければ。ねえ、みんなあの頃と同じみんなだよね。人狼が紛れてるなんて信じられないよ。それは仕方ありません。その変化見破ることはあたわず。人狼の変化は完璧ですから。どう見ても一人だけ怪しいんだが、見分ける方法はないのか。そういえばこの国には人狼と戦う方法があると聞いたことがある。その方法なら人狼を倒せるんじゃないのか。同世代？怪しすぎんだろ。それがこれだったんですよ。まさか魔法と人狼の習性を利用して五分五分のゲームに持ち込むとは。よく考えたものです。我らが人狼を見破り追放できれば国を守ることができる。逆に人狼が勝ってしまうと俺たちは食い殺され、この国が奴らのものになってしまうということか。この勝負絶対に負けることは許されないな。もう一度確認しておこう。戦いの目的はこの11人の中から2匹の人狼を探すことだ。昼間はみんなで話し合って、時間が来たら疑わしい奴を1人追放、つまり牢屋に入れる。夜は人狼たちが誰か一人を襲って追放する。それを繰り返して人狼を2匹とも追放できたら人間の勝ちだ。それよりも早く人間を減らして残っている人狼の数と同じかそれよりも少なくしたら人狼の勝ち。人間の中には2人の能力者、預言者とボディーガードがいます。人狼に味方をしている裏切り者も1人おるのだろう。厄介だな。人狼と裏切り者はお互いの正体に気づいてないらしいけどな。人間は追放されたとしても、残った味方が勝てば国は救われ、人間側は勝利することができる。まあ俺様は絶対に追放されないだろうが、もし貴様らの追放が決まったら残った者たちの思いの丈を伝えていけ。もしかしたら届くかもしれないぞ。時間だ、戦いを始めよう。水島王子から順に一人ずつ覚悟の言葉を聞かせてくれ。まあ俺様はすげえ気がちっちゃいからよ。そのキャラ、背中の冷や汗びっしょりかきながら頑張って生き延びてみようと思う。皆の者、見ての通り私に
人狼が変化できるとは到底思えぬ。この豊永王子、間違いなく人であることをここに宣言する。ちょっとあの一言、黙れ小僧って聞きたいんですけど。黙れ小僧。ありがとうございます。人じゃねえじゃねえかよ。あれちょっと狼っぽい。はなはだやりにくい状況ではあるが、必ずや人狼を見つけ出し我が国を守り抜こうとここに誓おう。まあねえ、村を救って早く酒を飲みてえな。私は人狼ではございません。まあ僕は人狼じゃないから気軽に頑張るよ。俺が新しい国王になったら、みんなが笑顔で暮らせるそんな国を作りたい。みんな力を貸してくれ。俺は絶対人狼じゃないぜ。好きな言葉は情熱です。野島王子だが、後の野島王となる。だがその座を狙っている第二王子がいる。気をつけねば。秋王の、ね、正直誰が国王になっても構わんが、人狼から民を守らねば。以上です。そうだね、もう人狼も人間も仲良く行こうじゃないか。ダメだろ、ダメだろ。俺は王座が取れればそれでいい。待っててね。人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルース、人狼 VS 王子。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。今回の世界観お分かりになりました。ありがとうございます。そう、今回は人狼 VS 王子となっております。10人の王子と1人の獣が先ほど揃っておりましたが、はい、皆さん、ここにいる皆さんはその王国の国民というわけですね。国民でこの王の選出を見守る国民でございますので、皆様の助力をいただくことがもしかしたらあるかもしれません。お楽しみにお待ちください。それではルールの方は軽く先ほどの朗読ドラマでも触れていましたが、人狼ゲームが初めて見るという方もいらっしゃると思いますので、改めて詳しく VTR でご説明したいと思います。それでは皆様、スクリーンにご注目ください。人狼バトルは味方になりすました嘘つきを会話で見つけ出すゲームです。人間たちは2匹の人狼を追放しなければなりません。追放できるのは1日に1人、日暮れ前に多数決で決定します。夜になると誰か1人が人狼に襲われ、翌朝追放されてしまいます。追放された人の正体は決着がつくまで分かりません。こうして昼と夜を繰り返すうちに人間の数は減っていきます。何人が追放されても人狼を2匹とも追放したら人間の勝ち。それよりも早く人間たちを追放して人狼より人間の数を少なくしたら人狼の勝ち。人狼はお互いを人狼だと知っているので仲間をかばったり、
嘘で推理をミスリードできます。一方人間には能力者2名と裏切り者がいます。預言者はあらかじめ人狼ではないものを一人知っていて、怪しいと思った相手の正体を夜に見抜くことができます。預言者が分かるのは人狼か人間かだけ。能力者や裏切り者かどうかは分かりません。ボディーガードは夜に選んだ誰か1名を翌朝まで人知れず人狼から守ります。人狼のターゲットをボディーガードが守った場合、人狼は誰も追放できません。ただしボディーガードは自分自身および2夜連続で同じ人を守れません。そして裏切り者は人狼を勝たせるために行動します。裏切り者は特別な能力を持っていませんが、死を恐れずどんな嘘でもつくことができます。なぜなら自分の死で人間が1名減れば、その分人狼の勝利に近づくからです。人狼と裏切り者は味方同士でもお互いの正体を知りません。11名の内訳はご覧の通り。役職はランダムに決められるので、自分以外の誰がどの役割なのか分かりません。でもどの役割が何人いるのか知っているので、それがヒントになります。人狼を全て追放し人間が勝つのでしょうか。人間を騙し寄せ人狼が勝つのでしょうか。それはまだ誰にも分かりません。さあ皆様、ルールはお分かりいただけたでしょうか。分かったよという方拍手。素晴らしい、ありがとうございます。それでは出演者の皆さんに再度登場していただきましょう。どうぞ前の方にお並びください。さあ今回はすでにこの11人にカードが配られ、役職が決定しております。それは先ほどのオープニング時でも同様です。あの中にすでに人狼が2匹紛れ込んでいたということですね。それでは皆さんには後ろにある11脚の椅子、その中からお好きな席を選んで座っていただきます。どうぞお座りください。この席決めもね、はい、重要なヒントになるかもしれません。すごい椅子取りゲームみたい。どっちが勝つんでしょうか。真ん中のね、なすりつけ合いみたいなことがあります。真ん中ですね。絶対真ん中嫌だったから、はい、これは圧がありますね。さあ席順が決まりました。今回のイベントから新ルールを導入させていただきました。それがこちら、国民の声です。会場の皆様にご協力いただきます。皆様このライトをお持ちでしょうか。お持ちの方ちょっと上げていただいて、ありがとうございます。すごい数ですね。綺麗、すごい。じゃあライト、あの全員分ですね、ここにいる11人全員分の担当カラーがございます。このように押していただければね、12色あるんですけれども、そのうち11色を使うという形ですね。ゲームの進行中、出演者が皆様にちょっと今誰が一番怪しいと思うっていうことを聞くので、皆さんはその時点で一番怪しいと思う人の色にしていただいて、こう上に掲げていただくと、それを見ながら、まあ中が参考にしてそのまま投票に移るか、それともそれは分かるけどやっぱりやめとこうというふうになるかはもう中の人次第です。ただしこのシステムが使えるのは1ゲームにつき2回まで。1回使うか2回使うか一度も使わないかというのは皆さん次第でございます。なんか僕だけこれ予選落ちみたいに見えるのはなんでなの。記録なしみたいな感じに見える。そんなことないですよ。かまたはなんかちょっとしたレースの順位みたいになってるからね。オッズ的な感じになってる感じもしますけれども。さあそれではちょっと1回ね練習してみましょう。すでにもう始まる最初の登場の段階から皆さんにはカードが配られてますので、ここまでの挙動を見て一番怪しいと思う人、一番人狼だと思う人の色をね皆さんちょっとつけていただいて、
違う、さあ、まあこれをね参考するかしないかは皆さん次第でございますので、はい、頑張っていただけたらなと思います。はい、それでは、まずですね、皆さんに自己紹介と、自分は人狼ではありませんという宣言をしていただきます。まあ、その時の挙動なども推理の参考にしてみてください。それでは、左端の豊永さんから順番にお願いいたします。はい、豊永俊之33歳です。もう先ほどね真っ赤に染まりましたけれども、立たなきゃよかったと思いながらやってましたけれども、好きな食べ物はオムライス。ね、なんかここネタやるところごめんなさい一発目だからなんかしないのかしなきゃいけないのかなと思って、すみません。私はもちろん人狼ではございません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ続いてお願いします。はい、青井翔太です。今回のゲームの中に、役職として王子と天使がないのがちょっと残念なんですけど、はい、でも一応僕は村人です。人狼ではありません。え、王子じゃなかった？王子だよ。王子じゃないの？王子です王子です。一応全員王子の設定です。はい、では木村さんお願いします。もう一人ずつみんな怪しく見えてくるんですけれども村人としてね、この国を導いていきたいと思います。まず最初に国民の声に答えるところから始めていこうかなと思っております。人狼ではありません。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、江口拓也です。村人のために全力を尽くして頑張りたいと思います。私は人狼ではございません。おお座り方がスマート。杉山さん。はい、杉山紀明です。もうね、こう今まで何回となく戦ってきた皆さんですので、皆さんの腕すごいと思うので、僕も、頑張って生き残っていきたいと思います。僕は人狼ではありません。よろしくお願いいたします。よよよろしくお願いいたします。はい、畑野渡です。新しい国づくりのためにもここで自分が倒れるわけにはいかないと思いますんで、なんとかして生き抜きたいなと思っております。もちろん私は人狼ではありません。はい、皆さんね、 DVD の方をね見ていただいた方は分かると思うんですけど、僕本当に人狼じゃないのに2回目の時に間違えてね、1回目の時確かトッシーがね人狼で、でも私は人間ではありませんって言って人狼だったっていうのがあって、俺は本当にただ間違えちゃっただけで、だから今回は間違えません。私は人狼ではありません。よろしくお願いいたします。はい、どうも野島家弟ですよ。ですね、今日はずっとそのキャラで行くんですか楽な方でね、もうなるべく頭の中は楽にしとかないと、これから頭使えますからね。もうない頭使うんで、もう限界です。なんですが、まあ私はね何狼でもなく、はい、もちろん人狼でもございません。人狼は誰なんでしょうね。よろしくお願いします。なぜ隣を選んだという疑問は残りますけれども、はい。いやー、今急に事故に遭ったかのような。隣にね、しかも奇遇なことに隣に座ってしまったのはね。なんで隣に座っちゃったんですか。全然仲良くないんですよ全然仲良くないんですけど、ちょっと隣に座ってしまいましたけど、人間の野島宏文です。そうですね、あの牛年 お羊座ということで、肉食の要素全くありません。私は人間です。人狼ではございません。今日はよろしくお願いします。高橋宏樹です。人狼ではありません。シンプル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 だ。僕は人間だよ。あいつ追放しようぜあいつとりあえずとりあえずとりあえず以上で以上で散髪するから
とりあえず大丈夫。早い早い早い。まず私。早いよ。早いよ。以上でよろしいですかね。とりあえずなんかね、さっきね、舞台裏でね、良平がね、人狼ですかって聞いてきたんで。裏で仕掛けてくるんじゃないよ。ということで私は人狼ではございません。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは宣言も終わったところで早速人狼バトルスタートです。あ、そうか、もうトークかトークですね。そう、会議を始めましょう、うん、なるほど、難しいね、まあ、国民はみんなあいつ人狼だと思ってました、ね、そうそう、普通に選挙をすればすごい真っ赤になってる。みんな、皆さん考えてみてください。人狼だったらテンパってあんな朗読できませんよ。いや、みんなそうじゃん、そんなの、うん、いや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 、いや、あれはでもちょっとほら隠すためにあできるよね、あれをね、かぶせちゃえばね、キャラをね、どっちもありますよね。そうそうそう、うん、いやいや、違うんだよ、違うんだよ、違うんだよ。何が違うの。やばい展開が、僕は人間だよ。もうやばい、やばい展開ですよ。もうやばい、僕は人間なんだよ。じゃあ、そんな豊永さんがちょっと今のところ怪しいなって思う人は誰なんですか。だってね、前回の DVD の時に、うん、1回僕の隣に座られてるんですけど、トッシーさん、その時、はいはい、人狼じゃなかったでしたっけ。その時はね、そんなの時の音声。ジンクスみたいなのがなんかすごい嫌な予感がするんですもん、だって隣に座られて。いや、俺怪しいっていうよりかは、うん、ちょっと今信頼感を増してんのはキム兄やんなの。あ、言ってるからね、ずっとね。え、あ、そういうことじゃなくて、あ、じゃなくて、今一人一人自己紹介やってる時にキム兄やんだけずっとそこのモニターで、あー、挨拶してる人の顔バー見てたのね。見てましたね。だからそれを加味すると、なんかその人狼だったらそんなに洞察しないんじゃないかなっていう気がして。あ、まあでもこの男は結構やってますからね。そう、だからそうやって見せて、そうなの、そうなの、俺人狼じゃないですよ、アピールかもしれない。そうなので、あのね、大中さんも言われてたじゃないですか。そう、俺は仕掛けられてるかもしれないよ。でも大中さんも同じようにキムニアに言われてたじゃないですか。言われた。俺も同じように楽屋でトシコ人狼って言われてるんですよ。やってんの。何それ、みんないいな、ね、俺聞かれもしないんだけど。なんで、まあ、まあ、あなたはすぐ、あなたはね、聞いてよ俺にも。ちょっとぐらい、 いや、あなたはだって人狼だったらはいって言っちゃうでしょ。さすがに言いませんよ、それ絶対言っちゃう。さすがにそれは会話が怖くて聞けないからね。そう、あの、本当に引っかかっちゃうから。本当にゲームが成り立たなくなっちゃうから。そんな、ね、でも僕はそういう感じでした、ね、なるほど、はい、うん、はい、なるほど。翔太ん今日なんで人狼っぽい服着てきたの。ね、ほんとだ、服がもう、ね、服がもう、翔太も立ってたって。そうそう、なんでこれ着てきたんだろうと。そうだよ、思ってしまった。翔太人狼違います、王子です。違います。人狼王子っていうのがあったら人狼王子。ああ、何言ってんの、かっこよくないし。人狼のプリンス、かっこいい。人狼のプリンスですか、かっこよくない。いや、もうちょっと残ってていいですかね、ここに。もうちょっと痛いですね、ここに。そうだよね、そう、最初に落ちるの嫌だから。最初はね、そう、最初難しい、難しい、最初情報がなさすぎる。一つ、はい、一つ僕に意見があるとすればですね、はい、杉山さんですね。おお、まあ、まず登場を間違えたのが僕に、僕だと思われるでしょ。違う違う、あれ、違う違う、本当にごめんなさい、あの、違う違う違う、あの、はい、これお互いの責任ではあるんですけども、僕と杉山さんだったら、まあ、間違いなく僕の方が間違える感じじゃないですか。もうきっちりされていらっしゃって、あ、高橋さん違いますよ、僕の方が最初ですよっていうのが、はい、いつもの杉山さん。あ、確かに。そして最初に僕たちがカードを引いた時に杉山さんが、あ、よかったって独り言のように僕の隣でおっしゃったんですね、はい、それをいつもの杉山さんだったら本心だろうなって思うんですけど、今日に限っては先ほどのやつがあったものですから。なんかいろいろ考えてて並び位置とか、はい、うん、言い訳させてください、はいはい、あの、登場とエンディングとは同じ並びなんですけど、はい、朗読だけ並びが違うんですよ。それをリハでやって気をつけなきゃなと思ってて、袖で、あの、豊永君となんか、はい、雑談で盛り上がってしまって、で、だよ、俺のせいにするの。豊永君のせいじゃなくて、じゃなくて、やっぱり盛り上がってたの。僕が話して盛り上がっちゃってたんですよねって話で、はい、それは嘘じゃないですよね。あの、後ろスタンバってる時は楽しく談笑させていただきましたよ。僕まだだと思ってぼーっとしてたら、すげえ、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 と思って、そうそう、ごめんなさい。
スタッフの方にどうぞって言われたからあはいっつって出たら違うやんっていう感じすいません、あの単純に僕のミスです、ご迷惑おかけしてすいません、お互いのあれですけど普通に謝ってそういう理由でございました。まあでもなんかはいいつもの杉山さんらしくないなっていうふうには思ってる。だから人狼かどうか分かんないけど何かはあるな、はい、あの人っていうのがちょっと思ってるところです。はい、あの言い訳じゃないんですけど僕結構みんな知ってる方ご存知な方いると思うんですけど出土地結構やってるんですよ。そうなんだちょこちょこやってるんですよ、あの他のイベントとかでも。失礼いたしましたただのダメ出しになっちゃいましたけど大丈夫すいません、すいません、大変ご迷惑おかけしてすいませんでした。高橋さんまだ人狼やってほしいですよこの流れだったら味方だったら味方だったら心強いんですけど ね、ガチで迷惑かけちゃってすいませんでした。後ほど楽屋でまたすいません出土地に巻き込んでしまってただのポンコツ探しになっちゃったここまでまだ短いですからヒントがないですよね。でも ね絞り込めないですね。えキムニアンは今見てたじゃん。あ見ててね、どうだった。俺今見てたのじゃなくていやずっとこれもやっぱりさ分かんない、ね、うん、トシも全然あの茶化してただけで分かんなかったけど やっぱああ言ってもらえるとトシちょっと白く見えてくるし、うん、逆にヒロキさんが言ってることって今結構あるかなと思ったんですよ。やっぱ動揺してたら間違えるかなってあると思ったんだけど、うん、最後に、うん、人狼じゃないかもしれないけど何かあるんじゃないかって言ったんですけど、人狼じゃなくて何かある場合、まあ裏切り者はいますけど役職って絶対炙り出しちゃいけないんですよ、うん、あそれは村のためにならないので、ちょっとひろきさんこれ村のこと考えて言ってたとしたらおかしくねえかなとは思った。すまんちょっと慣れてきてたつもりで間違えたのかな俺な素で間違い。あーやだ最初の方に最初の方に釣られたくないなんかこれ喋れば喋るほど疑念がね。でもほらせっかくこんなに来てるから喋んないかなっていう気にもあるし、黙っちゃう、黙っちゃう、黙っちゃう、喋れなくなっちゃう、黙っちゃうよまあでも本当に最初の夜は絶対にわからないんで、うん、もう本当にわかりやすいポカするぐらい、うん、人狼です、あ人狼じゃないですみたいな、うん、そんな感じじゃないとわからないんで、うん、えぐちゃん人狼人狼じゃないですこれは3分前でしたっけ。3分前、まだ、はい、3分前です、ま、3分前です、まだ大丈夫。なので最初の夜にするべきことは、うん、村人側のメリットとしては、はい、運よく人狼をさせることなんですよね、はいはい、それはそうですね、うん、だからもう逆に村人っぽい人は村人です、じゃあ僕も村人なんで害がないから やってくださいみたいなことっていうのは実は村人側からしたら人数が減っちゃうんでデメリットなんですよ、うんうん、そうですね、なるべく村人も殺さないように怪しい人を消していくっていうのがやっぱり一番ですね、うん、そういうゲームだもんね。そうです、まあまあ、ここでやりがち、ここでやりがちなのは、あじゃあもう村人同士で出てきちゃってもういいですよいいですよって言って、じゃあ分かりやすいから自分やってくださいよっていうのが一番ダメなパターンになってくるので、うんうん、やっぱ最後まで疑っていかないといけないです、うん、最初の夜は、うんうん、それぞれが、うんうん、っていうところも含めて、うん、疑っていく。大中君なんで最初の挨拶あんな変な声でしたの。え、あ、いやもう最後だからネタがなかったんだよえ、それはあれが面白いと思ってやったのもうだからやめてくださいやめてください厳しい追い詰めないで。ああそうだよ、楽屋で、そうだよ一辺の揺らぎもなくウケると思ってたよ俺はそういう人間だよ、だから人狼ではありませんハートル君なんかさっきからそわそわしてない、ちょっと。はいそれがそわそわしてます、それがなんでなのかっていうのがちょっと、いやそわそわしてますよねって言われてそわそわしてますよ。そう、ね、こんな大人数の前で人を疑うなんてやったことはないんだからもうさっきも江口君に疑い続けなきゃいけないんですよって言われてつれえなと思いましたもん。そんな人を疑いたかないんです。僕は畑野さん今センターカメラで抜かれてるとバラの上にいるんですよ。すごい素敵素敵綺麗ですよ、綺麗に集めちゃってるみたいな感じ、ちょっとすごい MC みたいMC みたいマスターのセレモニーみたい王子感がすごいです、圧倒的王子感、本当だ、なんかすごい司会者みたいですねもうすでに選ばれてるみたいな感じですけど、ね、いや選ばないでください本当に生き残りたいです。でも逆に難しいで常にそわそわしてるからさ、これは投票まで残り1分、1分です、1分。さあこれで喋ってないなって思われた人は差し出されても文句言えないんでね、うん喋った方が、まあ、でも結構今のところ均等にね、うん、そう喋りすぎてる人もいなくて、ところがあるので、ゲームのことについて触れてない人いるんじゃない、何か
ゲームのことについて触れてない人。兄弟のネタしかやってない人。そう、兄弟のネタしかやってない。言ってないですね、確かに。ただ、兄がイベントで帽子をかぶってるんですよ。これだと俺顔見えなくなっちゃうかなみたいなことをさっきつぶやきながら帽子かぶって、なんか顔を隠す理由があるんですか？それさ、カードを選ぶ前でしょ。あ、そっか。あ、そっか。危ない危ない。あ、そっか。試験さ、もうね、リアルでね、裏切り者なんですよ、この人。リアル裏切り者、リアルでね。なんですか。だってめちゃくちゃにしようとしてるからね。イベント自体を。そんなことはないよ、もう超真面目に。おや、喉が渇いたんですか。皆様、議論時間終了です。投票の時間となりました。投票の順番は任意です。お一人ずつテーブルのバラを手に取り、人狼だと思う人に渡してください。難しいですね。これは分からない。分かんないな。あまり遅いと人狼が本性を表してしまいますので。あ、怖い、あ怖い。いきます。お僕はですね、さっきエグがこう話してるときに、なんか知らないけど、ハタロ君が食い入るようにほっほっほって言ってるのが、なんかね、何かにすがろうとしてる感じがしたので、あなたに差し上げたい。わー、だって、だって。俺何なんだよ。俺人狼じゃない、何かの悪役かよこれは。だって動かないから、なんか、はい、じゃあ僕さっきひろきさんにはああ言ったんですが、うん、ちょっと俺キューちゃんが喋ってないような気がして。あ、沈黙は罪です。いや、まあ後で理由を言うよ、うん、後で後で理由を言うよ。喋ってないのは本当に分かんないからなんだよね。本当に分かんないと。あ、どう、いいよいいよ、いいです。いいよ、そこまで言って、近い方から、近い方から一緒にやろうぜ。そうしよう。一緒にってあんの？なんなの？一緒ってあんの？俺でもね、わちゃを信じてるから。 ありがとうございます。おい、うん、俺はキムニーヤンとちょっと似てるんですけど、口数があんまりその中身についての話をしなかったっていうところで、のじろさん。あー、はい、兄来ましたね。まだ結構、まあ、ばらけてますね。あー、そろそろ絞った方がいい？うん、自分の意見でいい？ばらけちゃうんだけど。うん、噛んで。リハーサルから朗読ぐらい、そしてあのオープニングトーク的なところで結構はっちゃけてたけど、ゲームスタートになったら急に静か。あ、俺？うん、意外と喋ってる。俺か。じゃあ俺静かかな。いや、最初で喋ってる印象残してっていう感じっていう、なんか一生懸命こじつけてる気がする。まあ、バレる。そう。こんな自由。これは難しいぞ。難しいな。いや、正直で分かんないよ、これ。分かんない。初日は分かんない。分かんないよね。前回よりも波多野さん、ちょっとビクビクしてる感じがするんですよ。だけど、先輩ですけど、もうちょっとビクビクしてるとこを見てたいな。いつもはかっこいいのに、S なのかな、いつもはかっこいいのに、今日かわいい波多野さんをもうちょっと見てたいな。いいよ。で、ちょっと、あの木村さんの第一回目の話しか、僕の頭の中にはこうちょっと残るものがなかったので、はい、なので高橋先生。はい、はい、あ、まだやってなかったんだ。やはりついに同じ、ここはね、第二王子に行きたいとこなんだけど、やはりちょっと怪しいですね。うわ、まだ汗かいてないからもう少しいられるよ。まだ情報が乏しいんですけど、
のじけんさんって結構切れ者なんですけど、ポジティブな方もお笑いの方も今日あまり振られてないなっていうのが若干気になりました。あんまり面白く話が面白くなかった。いやいや、そういうことじゃないです。気数がちょっと少ないなと。怖いよこのゲーム。そういうことではないです。心傷ついて帰る。怖い怖い怖い。ちょっと口数が少なかったかなっていうのが気になりました。なるほど。はい。いやでも僕は単純に高橋さんのは言い間違いだと思ってて、うんうん、言っちゃっただけ、うん、回そうと思った結果言っちゃったっていうのがあるので、うん、ちょっと最後の一言が聞きたいなっていう、はい、なるほどところですね僕は。はい、あ、じゃあしてる。かわいい。やっぱいつも以上に来てるよ。かわいい。じゃあ、何の意味もないです。何の意味もない。君は何の意味もないのに渡すのかい。すいません、仲間になってください。僕の仲間になってください。何の意味がないのに人狼だと思われたと。すいません。全員の投票が終わりました。投票の結果、まだあるよ。1本あるのは誰。まだ投票されてないか。1本多かったのかな。12本ある。1、2、3、4、5、バラ数えよ。幻の王子がいたようですね。あ、でもこれは12本だから。じゃあそれは安本くんかな。最終ということでありがとうございます。安本くんかな。あれでも10本だっけ。さあ、投票の結果、杉山さん1票、畑野さん1票、菅沼さん1票、野島健二さん3票、野島博文さん1票、高橋さん3票、水島さん1票ということで、最多得票が3票の2人、野島健二さんと、高橋さんで決選投票を行いたいと思います。2人はその場に立って弁明をお願いします。残った方々でその弁明を聞き、人狼だと思う方に一斉に投票していただきます。それではお二人お立ちください。それでは好きな方から弁明をお願いします。仲いいっすね。仲良し。このバラを渡してもらいながらいろんな表情を見てたんですけど、あの人が人狼かなっていうのが見えた気がします。私は人狼ではありません。はい。なんか面白いこと言った方がいいの。いや大丈夫ですか。大丈夫です。それでどうぞ。はい、続いて高橋さんどうぞ。はい、私も人狼ではありません。ハック氏言って江口くんが言った通りです。ですね。でもまあなんでしょう、この花を渡す、花を渡している人の様子を見てから自分も渡すみたいなことが見れたんで、次の議論に参加できるならばもう少しちょっとまともな意見が言えるかもしれません。ありがとうございます。それでは2人は前の方にお進みください。残った方で3、2、1の掛け声で投票してもらいます。気持ちの決まった方から手を挙げてください。さあ全員決まったようです。参りましょう。3、2、1どうぞ。高橋さんに指を指した方手を挙げてください。1、2、3、4、5、6票下ろしてください。続いて野島健二さんに指を指した方手を挙げてください。1、2、3票下ろしてください。野島さんお席の方にお戻りください。それでは本日の投票の結果、追放されたのは高橋博貴さんです。高橋さん、それでは後方の扉の前にお進みください。バラを置いて。役者だ。それでは生き残った皆さんに最後の一言をお願いします。久しぶりだったからかな。私は人狼ではありませんよ。ありがとうございました。じゃああと任した。いやー、ひろきさん、ひろき、ひろき。それでは王国に恐ろしい夜がやってきます。
さあ夜の時間となりました。この幕の裏では人間が眠りにつき、そして人狼や能力者たちが動きを見せているところです。さて人間たちが目をつむっている夜には何が起きているのでしょう。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと身振り手振りで追放する相手を選択します。預言者はゲームマスターから密かに誰か一名の正体を教えてもらえます。預言者が分かるのは人狼か人間かだけ。能力者か裏切り者かどうかは分かりません。ボディーガードは今夜誰を守るのかゲームマスターに伝えます。ここでですね、先ほどゲーム中に出てきた、ちょっとしたゲーム用語について解説をさせていただきたいと思います。木村さんがおっしゃいましたね、白っぽいとか黒っぽいという話でございます。人狼ゲームあまり馴染みない方は聞き馴染みがないかもしれませんが、白というのが人間、黒というのが人狼を表した言葉でございます。なので白っぽいはちょっと人間っぽいな、黒っぽいは怪しいなということですね。さあ人狼が誰かを選んでいる間に初日に追放されてしまいました。この方に登場していただきましょう。高橋さんどうぞ。さあどうぞ真ん中の方までお越しください。あ、満身創痍ですね。最後の最後の力を振り絞ってやってまいりました。別に人狼に襲われたわけじゃないんですよね。追放されて本当だ。そうだ追放だ。そうです死んでないんだ。あ、生きてる。俺は生きているぜ。さあ改めて自己紹介お願いします。あ、どうもヘッチョコ高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあさあもう初日に追放されてしまいましたね。はい、ですね。見事なヘタレっぷりでしたね。そんなことないですよね。そんなことないと思う人は拍手。そうなんです。もうこれゲームの性質上誰かは最初にいなくなってしまいますから、しょうがないですね。ここに来るの、ええ、久しぶりか初めてかかもしれないです。あ、本当ですか。割と今までこのイベントだと最後の方まで残ってたんですけど、ええ、はい、あ、初日でねここに立つということがね、実際ですね、高橋さんの正体が何なのかというのは、皆さんもちろん知りませんし、僕も知りません。ああ、そうなんです。誰が人狼なのかというのは人狼だけが知っています。高橋さんが人狼だったらもう一人の人狼が誰なのかっていうのは分かっていますが、まあ、とりあえず高橋さんはね、自分は人間だと主張していたので人間目線として誰が怪しいと思いますか。はい、おー、なるほどね。そうです。まあ僕のその失言といいますか、話し方のミスをですね、指摘してきている方は、はい、まあ、まだ初日なので、詳しくね、このゲームっていうのはこういうところが面白いよねっていうふうに言ってくれているのか、それとも僕を、人間である僕を、あいつとりあえずしとこう、おとこなのか、そこが注目なんじゃないかなと思います。誰なんでしょうか。人狼が誰か襲っているようです。それでは続きを見てみましょう。それではこの人狼バトル王国に2日目の朝がやってまいります。皆様目を開けてください。それでは昨夜人狼に襲われてしまった方を発表いたします。昨夜人狼に襲われた方は、江口拓也さんです。江口さんは扉の前にお進みください。人狼に襲われてしまったため言葉を発することはできません。マジか。またそうでしょう。今夜お会いしましょう。そうでしょう。それでは皆様、人狼バトル2日目、昼の議論を開始してください。いやー、ちょっと予想外だわ。
なんか割と話を回してくれてた人もういいんだよ、もう取っていいんだよ、もう俺もこのまま会話を進めてちゃった。菅沼さんのぬくもりが欲しくてすみません。お互いにビビってるからね、 あまりの怖さに。お互いにビビってる、あんなにいい子なのにと思って。うん、でも人狼的にはきっと切れ物で回していたから邪魔なんだなってことなんでしょうね。よく回してたもんね。やり方の説明もしてくれてましたからね。あ、でもあのタイミングで殺すってか追い追放するって結構ガチな人ですよね。うん、あー、だから辛いですもんね。知ってる人なのかな、ある程度やってる人なのかな。かなるほど。割となんか真面目だなって思う、うん、なんか江口さん残しといてちょっと面白くなるかなみたいな部分とかも関係なくもうガチなんだね。ガチなんだ、危ねえから、邪魔だから、危ねえからもうやっとこうみたいな。そういう意味で言うと経験者というよりか余裕がない人っていう。おや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 、おやおやって言ってたさ、バラを渡された時に言ってましたよね、うん、そうそう、こいつが人狼じゃないかなと思ったっていう。あ、そうですね、聞きたい、聞きたい、うん、あ、それお願いします。それ聞いちゃう、はい、それ大事でしょ、それ聞く、うん、なんかね、いつもこう本当の笑顔と本当の笑顔じゃない笑顔をするとても近しい人間がいるんですけど、ほう、その人の目尻のなんかちょっとしたシワがですね、どんだけ見てんの、もうカメラで抜かれちゃってましたけど、なんかちょっといつもの目尻のシワと違うなって感じたんですよね。これはなんていうのか、いや僕バラ渡してないよあなたに。そう、バラをヒーローに渡、あ、ヒーローがあれ誰に渡したか分からない、その時に返された時かな、その時にの笑顔、うん、笑顔がね爽やかだった。いつも通り爽やかだったよ。なんだこの兄弟。まあでもちょっと違うのかな、爽やかだったかって話ですかこれ。でもなんとなくそういう、まあ、感覚的なものだったんだけど、うん、まだもうちょっと泳がせながら見ようかなと思ったんだけど本人から聞かれちゃったんでね。うん、そう、あの質問なんですけど、はい、まずあの高橋さんが先に追放された時に、はい、まだ高橋さんも、まあ、どっち側かわからないわけじゃないですか、うんうん、で最初にその僕あの木村さん あのお話を信じたっていうことを言ったんですけど、最初にまずその高橋さんを疑いで江口さんの話から江口さんの話を信じで畑野さんに入れたんでしたっけ。俺、はい、俺は Q ちゃん、そう、喋ってなかった気がする、喋ってなかったから Q さんに入れて、でこう決選投票で野次健さんと2人になったじゃないですか、うん、その時に野次健さんを選ばなかった理由っていうのは何かあるんですか。俺は正直ひろきさんはあれをやったけど別に人狼だと思ってたわけじゃないし、うん、エグが言ってたことっていうのも俺すげえ信じられるなと思ったの、うん、言っちまった、つい言っちまったっていうのは、うん、だけどだからといってじゃあひろきさんじゃなくて野次健さんを選ぶ理由にならなかったから。でもなんか僕前に立った時は絶対僕が選ばれると思った。なんかひろきくんの方がなんかすごく信憑性が俺よりあるなと思って。じゃあ追放しましょうか。いやいや、もう次野次さんやってみますか。試さないでください。とりあえず都市残ってるよね。本当だ。あの国民の皆さんの疑いの目の中、はい、その人狼は江口くんをね襲ったわけだよね、はい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 、あの中でなんか空気読んだらトシがいなくなってるような気がしてたんだけど、んそれはトシが人狼だからトシには牙が向かなかったのかなって思ったんだけど。いや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 違います、違う、え、国民の声聞きましょうか、使いましょうか、あれ、お2回使えるらしいから1回ぐらい使っていいかな、1回使いましょうか、あ、1回使います、いや、今の段階ね。ここで使うんだ、ちょっと減ってるかもしれないからね、 あのすでにもう赤に変えてる人結構いるんでやめときます。上げる前にそういうことじゃないそんなことで2回しか使えない国民の声使いたくないから。そうだね、もうちょっと待ってみようかね。もうちょっと待って、待ちます。いや、でも俺はあのひろきさんをさっき決選投票で指差したんですけど、野次健さんのその言ってた人狼が誰か分かった気がしますって言ってたのが話を聞こうにはなったんですけど、ただその自信がありすぎるのもちょっと不思議だなって思ってたんですよ。野次健さんがその人狼が誰か分かった気がしますってよく断言できた。そう、情報量がまだ少ないからね。そうなんですよ。だそれが野次健さんのユーモアのセンスのあれなのか
本心なのか狙いなのかっていうところも含めて聞きたいなと思って、うん、俺はひろきさんに。そこもそうなんですよ。あの、うん、のじさんが言われてたのが、その、うん、分かったかもしれませんっておっしゃってたのが、うん、なんかこうあの確信をついてるというか、その最初は予感かもしれないけども、うん、でも何がしかの理由があってそういう自信を持った発言をしてるんだろうなと思ったので、ああもうぜひとも残ってくださいっていう仲間になってくださいっていうまさかそれがよもや兄の目尻だとは。そうですね、まさかと思いました僕も。そうだとしたら兄弟の潰し合いが変わる。だとしたらなんかほんとごめんなさい。議論時間残り1分です。僕ちょっと1分です。決定的な瞬間、まあ仲がいいからなんですけど、うん、さっきもね、始まる前に3分間の説明皆さんも見たと思うんですけど、あの時にトッシーとも話してたんだけど、のじさんが普段あんまりルールとかを見ない人がガチで腕組みながらずっと見てたから、そうなんですよ、なんか人狼か裏切り者か、うん、まあ役職も分かってないだろうから、それも確認何も分かってない、そう、まあ、何も分かってない人だから何も分かってない、まあ、なんかガチで見てんなって言ってたんだよね。だからなんか持ってんだろうなとは思ってたの、うんうん、でもなんかねちょっと人狼なんか裏切り者かなとは今はちょっと思っちゃってるんだけど、ちょっと自分の葵の意見も聞きたいな。そ、ね、今その先ほどの決選投票の時に野次健さんがこうその確信をっていう話をされましたけど、その後のその確信を今聞いたところ、やっぱりお兄さんの目尻ってところがなんかこう前回もなんかこうお兄さんいじりといいますか、うんうん、っていうところがあったなっていうのがあって、うんうん、はいはい、まず残ってこうその証言をするときにお兄さんのところに行けばいいのかなっていうふうに思ってたのかなって思ったわけです。そうそう、逆にちょっと怪しく見えましたよね、うん、そうそうそう、だからなんか今分かった気がする。一つ、裏切り者はこうやればいいんだ。なんだと何を言ってんの。なんだと、ちょっと待って、裏切り者皆様、ね、議論終了です。私はでも投票の時間となりました。何今の議論を終了してください。それでは任意の順番で結構です。お一人ずつ人狼だと思う方にバラを渡してください。マジで分かんない。でもまあ今思ったことはちょっと素直に投票入れてみようかな。じゃあ野次健さんに。さあどうなるかな。じゃあ私も、本当になんかご世話になってる先輩ですけども、野次健さんは本当に分からない方なので、だから本当に僕はもうさっきのターンでは仲間になってほしいなと思ったんですけど、やっぱり敵になったら怖いなと思うんですいません。すいません。畑野君はそういう方沈黙は罪だと思ってるので、本当は杉山さんに入れたいんです今回。だけどちょっと野次さんが言ったのとは別な理由で俺ヒロ君が怪しいと思うことがあって。あ、本当ですわ。それ時間なくて言えなかったんですけど。じゃあ次のターン生きてたら僕ただ、野次健さんがこうおっしゃってて、ただやっぱり付き合いが長いからこそ分かることもあると思いますし、もちろん兄弟いじりっていうのは毎回あると思うんですけど、あまり引っ張りすぎてはいなかったような気がするので、もしかしたら役職持ちなのかなと思ってたり、ただ、まあ言える言えないとか本当か本当じゃないかっていうのはあると思うんですけど、その辺があるので分かんないんですけど、でも今の状況だと野次健さんってことになっちゃうんですよね、このまま行くと。なんで今の段階僕は野島お兄さんの方か、あとは豊永君がなんか急に喋らなくなったのも気になっていて、どっちかなっていうのもあるんですけど、ただ現状だとお話を聞く機会がないのでちょっとお願いしてもいいですか。あら、はい、あら僕はもうとにかくね場を乱すんでもう集中力欠くんで、俺わけわかんないこと言うから超考えてやってんのに僕はちょっと散らす意味も含め、かつ、僕は野次健さん、いや散らす意味でですにしときます。畑野さん、はい、僕心が痛い僕徹底的だね。そうすると、また新たに入れなきゃいけなくなっちゃうから。いやいや、これでも俺ケンジさんはやっぱり俺も杉山さんとしてちょっと役職があるかもしれないから、今はちょっと置いときたいなっていうのがあって、なんかごめんねみたいな感じなんだけど。僕？
軽い軽いぞ。ごめんね。いっぱいいるよ。持ってない人。そろそろ。未来のこと考えてます？そろそろ。いっぱいいるよ。そろそろ畑野くんはちょっとなんかこうどこまでが仮面かがもうわからないので、炙り出してみたい感じがする。顔が目がうるうるしてきた。うるうるしてきた。すごい。うるうるしてきた。目がやっぱり俺は悪役だな。かわいそ う, もうなんかさ、もうだんだんさ、なんだろ う, うお客さんの絵とかが怖くなってきちゃったから、ね、ゲームですからね。ゲームです。なんで人の見てたけど心が痛むんだろう。いきますね。あと2本だもんね。ちょっとね、のじさんも怪しいと思うんだけど、普段通りな感じもしないでもないから、もうちょっとね話を聞いてみたいという部分でお兄ちゃんなんだけど、でもね理由がしょうもなかったよね。そのなんか決定的って言っといて、それはしょうもない答えだったから。でもだからちょっと怪しんでるよ。うん、でも話を聞いてみたい。あとは投票されてない方は、あれこれ予備、またまた安本くんだぞ。いつも嘘嘘、あいつまた、あいつめ。以上。あれ畑野さんやりました。8票しか投票されていない。あ、そっか。じゃあ、誰が出してないの。僕出した。自分のこと分かってますか。キムニアン、キムニアンは渡してない。え、俺らは渡してる。ヒロ君。あ、でも人数減ってるからいいんです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本。8票でいいんじゃないの。はい、9人ですよ。今9人いますので。あれ、また投票されてない方が。1人。え、畑野さん、誰畑野さんがショックすぎて渡すの忘れちゃった。そうですね。畑野さん渡してない。畑野さん投票されてないですね。俺俺あれ、僕のじけんさんに。じゃあ俺か。さっきのじけんさんにあげました。じゃあ俺だ。俺だきっと。あ、のじけんさんか。そう、のじさんですよ。あ、びっくりした。やっぱ怪しいよ。じゃあはー、これで3人で。わー、さあというわけで疑惑の投票が終わりました。投票の結果、畑野さんが3票、野島健二さんが3票、野島博文さんが3票ということで、3票が3人3人の決選投票となります。3名はその場に立って好きな順番で弁明をお願いいたします。どうぞ。ね、はい、本当は僕兄に渡せば生き残れるんですけど、渡さずに話を聞きたいなと単純に思いまして、うん、はい、生き残る道よりもここに人類が生き残るための話を聞ければなと、みんなのために思いました。はい、僕は、ケンジがとにかく怪しいと思います。さっき人狼がどうこう言って本当にしょぼい理由だったんで、で場を乱す感も怪しいし、そんで大中君も怪しいんだよね。何気にケンジに行くかと思いきや畑野君に行くところが怪しいから、ここでなんかちょっと僕は執着してるかな、ね、そして僕は役職持ってます。おおおお、そういうことか。この状態になるともうショックすぎて言葉が出てこなくなっちゃうんですけども、僕は王子の一人としてここに集まった王子たちの、王道を信じております。清い心で判断をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではお三方は前にお進みください。では残った方々一斉に投票してもらいます。心の決まった方は手を挙げてください。全員上がりましたね。それでは参ります。32、1、どうぞ。野島博文さんに投票された方、手を挙げてください。1票、下ろしてください。野島健二さんに手を挙げ、投票した方、手を挙げてください。1、2、3、4票、下ろしてください。それでは、畑野さんに投票された方は、1票、手を下ろしてください。野島博文さんと畑野渉さんはお席にお戻りください。本日の投票の結果、人狼と疑われ追放されるのは野島健二さんです。どうぞバラを置いて奥の扉の方にお進みください。はい、生存者の皆様に
最後の一言をお願いします。そうですね、あの身から出たサビでございます。次からはもっと頭を使って生きていきたいなと思います。でもそうだな、生き残れたのに生き残る道を選ばなかったということです。はい、ありがとうございました。それでは王国に恐ろしい夜がやってきます。またしても夜の時間がやってまいりました。ではですね、早速ですが、昨日の昼に追放されてしまった高橋さん、そして昨日の夜追放されてしまった江口さんにも登場していただきましょう。どうぞ。わっしょい。あ、どうも。ちょっと、野島さんも、野島さんもいらっしゃって。あ、じゃあどうぞ。真ん中まで、真ん中に、真ん中にね。みんなで、じゃあ、はい、この並びで、じゃあ野島さんとあの江口さんで真ん中挟む感じにしましょうかね。はい、はい、はい、というわけで、ここ、ここ改めて、はい、谷底にいるような気分。僕も入りますかね。はい、じゃあ改めてあの江口さんから自己紹介をお願いします。まあ死に際に喋れないって本当苦しいですよね。まあでも夜に殺された人は本当に真っ白なんで、もう何も言うことはないんですけれども、まあ裏で見ててもね、なるほどなみたいなところはすごいありましたね。はい、なるほど。もう江口さんは全部正体を知ったわけですか。知ったというか、やっぱり掌握してる人間はいるじゃないですか。必ず。なるほどなるほど。僕も前回はやっぱり有益なことを喋りすぎた、つまりこの人はもう殺していい人間だと思われたってことなんで、まあそれぐらいね、分かりやすくやった方がいいかなと思ったんですけど。じゃあ人狼の目星は結構ついてきていると。逆に言うと僕殺されるなって思ったんで、そういった意味では僕はなんとなく、あ、やっぱりなみたいな。じゃあちょっとボディーガードはなんで俺を守らねえんだって思っていたという、ま、ボディーガードさんとやっぱり心を一つに通わせるって一晩じゃやっぱ難しいというか、ね、もうちょっとあればね、よかったんですけれども、ということは、まあ、そろそろね動き出す頃だと思うんで、はい、今動かさないと村は、そうね、次がポイントだよね。そうそうですね。もうここにいる人はもうみんな自分のことを人間だと主張しているわけですから。そうですね、本当に全員が人間だったら非常に苦しい状況となっております。そうですね。さあ野島さん、はい、野島さんはなんか決定的なことが分かったとおっしゃっていましたが、だって、俺にしか分かんない兄の目線とかあるわけですよ。それはそうですね。そういうの持ち込まれると太刀打ちできないってでもそうだな、まあはっきり言えるのは人狼からも人間からも嫌われてしまったなっていうところですかね。国民に嫌われなければ大丈夫ですから ね、 ね、皆さん本当ですか、大丈夫ですか。ありがとうございます。国民の皆さんありがとうございます。さあ本当にあのもう2日目の処刑が追放が終わったということで、次が佳境ですね。本当にここで人間を追放してしまっていたとなると、うん、次の追放で負ける可能性が出てくるということですね。では気になる続き、はい、見てみましょう。頑張れボディーガード、頑張って頼む。それでは王国に3日目の朝がやってまいりました。本日昨夜人狼によって襲撃された方を発表いたします。襲撃されたのは、目開けていいのかな、あ、皆様目を開けてください、はい、襲撃されたのは、おはようキムニア、気になって、野島博文さんです。それではどうぞ扉の前にお進みください。そうだよね、野島さんはもう一言も声を発することはできません。野島さん、兄さん、役職、役職の方それでは皆様3日目の議論を開始してください。ちょっと待って。
ついて。いやもうしょうがない、働くわ。そうだね、もう役職があるっていう。ここにここに言ったらそうなっちゃう。いや役職持ちだからでしょ。役職持ちっておっしゃってましたよね。やっぱ宣言したからか。僕投票したんですけど、はい、その理由っていうのが役職持ちだっておっしゃったのが最後の最後だったんですよ。もっと例えば役職持ちだったら早い段階で、うん、この人ってこういうとこありませんかね、意見どうですかとかっていう会話があんじゃないのかなって。例えば最後の最後で生き残るためだったら裏切り者とか人狼だって言えることじゃないですか。それを否定してもらう材料がなくて一番最後の最後でってだけだったので、って思ったんですけど。僕最後3人立たせていただいて前を向いてたんで、そのどなたがどなたをみたいなのは分からなかったんですけど、はいはいはい、最後の最後まで僕を指し続けた方って一人いたね。一人誰だろうな、ね、非常に疑わしいんですけど誰だろうな。一人いたよ、そういえば。あれ杉山さん、あれ、あれ僕は。いやいやいや、あの人を指してました。俺だよ。大中さん、なぜですか。なぜそんなに執拗に僕を。なんでだろうな。マジ言っとくけど、まだ村のためになること一個もやってないから。多分だけど裏切り者かなと思って。なんか裏切り者って好き勝手やっていいって楽屋で話してたから、確かに好き勝手やってんだよね。確かに真面目に好き勝手やってますよ。違う違う、好き勝手じゃなくて、やっぱこう今回見てる中で俺あんまりそんなに全員にこう見渡せないから、ある程度絞ってるっちゃ絞ってるのよ。あ、杉山さん、畑野くんプラス菅ポンか。他の人の意見に流されない根拠は何なのかなと思って。うん、あ、そう。いや、いいですか。いいですよ、いいですよ。王子、青い王子どうしたんですか。いいですよ。いや、もちろんその杉山さんが今言ったね、そのちょっとギリギリすぎるその野島お兄さんの、ちょっとした半分カミングアウトっていうんですかね、うんうん、でもその可能性があったら、もしあれですよね、あのボディーガードが生きてたとしたら、もしかしたら守れたわけですよね。そうだね。けど守れなかったってことはボディーガードだった可能性、いなくなってるか、うん、それともボディーガードだったか、逆に野島兄さんに、うん、兄さんがボディーガードだったのか、まあ、だったのか。そうだね。だ最悪なのがエグちゃんが、ボディーガードで、うん、野島さんが預言者だったパターンが、うん、多分一番最悪のパターン。そういう時ってでもさ、どうやって見分ければいいと思う。どうなんだろう。でもなんかあの状況で、でも、もし自分がその立場だったら、もっとバラ渡されたりとか、前の段階で、なんかアクション取れたりとかしたのかなとか、だって疑われてもうそのままの流れでいくと危険だって分かってたのに、最後の最後まで選ばれてから最後にだから、ん？っていうふうに。ちょっと、俺一個、あの、エグちゃんとかその、あの、追放されちゃった人のトークがあるじゃないですか。はいはいはい。それを、僕ら、あの、それやってる間こっちで今あのその何でしょう、確認をやってるんですよね。追放の作業をしてるんですけど、なんであんまり聞けてないんですけど、うん、それ聞いてる人たち踏まえての国民の声って一回聞いてみます。ああ、そうだね。確かに初やってみますか。皆さんの声聞きたいですね。じゃあちょっと下手な人が聞くと遊びになっちゃうんで、畑野くんが誠心誠意聞いてみてもらって。お願いします。そうだ、だってそうだよ、トッシーが言うと赤にされちゃうから。そう、俺が聞くと赤にされちゃうんで、すいません。そこはわちゃで。皆さん一つ生まれたての心で、国民の声を聞かせていただきたいと思います。今この中で皆さんが見てる中で怪しいなと思う方の色を挙げてみてください。はい、青いシャターは黄色です。それなら赤です、ね、私薄いピンクです。さっきにはこんな光景がなかったぐらい白が上がってる。あれね、白多いっすね。逆に赤が少なくなりました ね。あれ赤が全然ないね。なるほど、本当だ。これを踏まえた上で、うん、この中に今預言者って生きてるんですかね。あ、そう、このもう預言者がもしいたとしたら今もう言ってもらっちゃった方がいい気がします、うん、もう3日目でしたっけ。そうだよね、今。じゃあ言わしてもらう、俺預言者。おもうここはもう白黒つけましょう。預言者言った方がいいんだよね。あんまりやったことないから分かんないから、うん、すごくどうしようどうしようって思ってたんだけど、はい、もうここでは決まれるんだったら言う、はい、で一番最初楽屋でカードを引いた時に預言者もらいました、はい、で一人人間を教えますって言われて教えてもらったのは畑野くん。だから俺は大中さんが渡した時に俺は畑野くんを信じてるからって言って渡したの。これがあの真実だから、この人絶対人間。そうそうです。
ありがとうございます。で、はい、でその後に1日経ちました、はい、夜に占います、はい、1人占いました、はい、やっぱり一番エグーが、ね、エグーがいなくなるの分かんなかったから一番ちょっと危険だなと思ったのは良平だったから、うん、良平を占わせてもらいました、うん、狼でした。で、で、次の日さっきの夜ちょっと怪しいな、野次さんが言ってたのあれ真実っぽいから、うん、人間だったと思うんですよ、うん、この人が怪しい、やっぱり役職って言ってるだけだから狼の可能性もあるから怪しいなと思って占いました、うん、人間だったんです、うん、だからそう考えると僕の今占い予言者としての想像は、うん、まあ良平はもう言われてるから狼で、大中さんこの二人が狼もしくはもう一人違う誰かが狼でいるのかもしれないけど和茶以外、うん、裏切り者でも良平は真っ黒。これ前半戦 Q ちゃんが何にも喋んなかった理由がやっと分かりましたよ。なるほど、怖くて怖くて言えなかったの。そうか、ここまでずっとここまで来ればいけるでしょ。ずーっと考えてたんでしょ。考えてた、いつ言おうかタイミングはいつなのかっていうね。菅沼さんよく言ってくださいました。ありがとうございます。よしここだよここだよ。ありがとうございます。占い師だっていう嘘を考えてたんだよあの人ずーっと。何戦目にしてついにそう、一番最初の一番最初映像作品の時に楽屋で俺がやったんですよ。そう嘘を占い師を、うん、その時に慣れてっとそういうことができるんだって言ってたの。全部勉強しようと思ってね。今やっとできたわけですよ。そうやっとできた。占い師俺ですからね。え、あ、あ、え、違う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 、これは占い師俺だからね。話に流された。いや狼がやるパターン。俺今占い師がいるんだったら出た方がいいっていうのを言ってくれるのずっと待ってたんですよ。これは狼がやるパターンだよ。議論時間残り2人目っていうのは狼やるパターンだよ。楽屋で聞いたのは杉山さんでした。杉山さんが人だと言われました。だから俺さっきあの沈黙は罪だけどって言ったけど少しでも疑いが向いちゃって流れ作りたくなかったんで渡さなかったんです。いや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 、これは騙されちゃダメ、絶対騙されちゃダメで、初日に占ったのが畑野くん。畑野くんがやっぱりさっき大地さんが言ってたのと一緒、大地さんじゃっけ、仮面なのか何なのか分かんなくなったから占ってやっぱり人でした。はい、それは間違いないんだよ。人です。あので最後に占ったのはやっぱりでもヒロくん一緒。俺がうまくそんなにできるわけないでしょ、信じて、これ本当だから。びっくりした、俺 Q ちゃんだけだと思った。いや、俺は今回だけは許さないぞ。今回だけは許さないぞ。もう長い付き合いだけどな。俺びっくりした、うん、いや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 、これはもうでも、でもこんだけ話しても国民の声は大中さん、大中さん、私か私はただただ個人的に恨まれているだけのような気がしなくもないがな。でもなんか今ね、良平が杉山さんをね、しろって言ったのが僕はほらもう分かってるから、ひょっとしたら二人なのかなともちょっと思っちゃうんだけど、まあでも、わちゃだけは絶対白なのは確実で、良平が黒なのは真実だから僕はね、聞いてるから。キューちゃんもう一人誰ですか？ん？キューちゃんもう一人誰ですか？人狼もう一人今俺ともう一人誰ですか？でも占ってないんですよね、多分。占ってない、ま、占ったのは良平とお兄さんだけだから、うんうん、でお兄さん人間だったからもう一人が分かんないんだけど、うん、怪しいのは大中さんなんだけど、でも俺この二人が今すっごい建設的だと思ってるんです。建設的って何ですか？あの国のため、ごめんな。お兄ちゃんが悪かった。あー、青用紙寝てたよ。青用紙、議論時間終了です。青用紙、今誰もビルを建てる話はしてない。皆さん一度お席にお座りください。それでは投票に移ります。お一人ずつ人狼だと疑わしいものにバラを渡してください。もうあれは最後の悪あがきですからね皆さん。もうこれはもちろん俺は知ってんだから、うん、まあ、ここで僕が Q ちゃんに渡さないのもおかしいんで。そうそうそう、そこはもう分かってる分かってる分かってる、どっちかな。まあ、僕はこれ、そうですね、菅沼さんを別に卑下するわけでも何でもなく菅沼さんを信じます。キムニーヤ、なん
かね。誰も水島さんに入れないんだね。まあここは毎回ね、扉が開くたびに菅沼さんの椅子を半分お借りしてたんですけど、菅沼さん温かいんですよ。わちゃはだって自分が何か知ってんだからね。僕は菅沼さんを信じたいと思います。村君ごめんなさい。これが真実だと思うけどな。国民の皆さんの声もやっぱ聞いてみたい気はしますけど、ちょっとここまで来るとね、ちょっと皆さんの意見を聞けたってことはすごくなんかためになりましたが、ためになりましたが、ちょっともうどっちか、まずはどっちかかなって思うんで、キマ兄さん、あ、気持ち、さあもうどっちかわからん。このいやでもここは一つ面白い推移をすると、いやしなくていいよ別に。投票してください。推理しなくていい。いや投票をね、良平にしろね、スガポンにしろ、まず鳩野くんを人間だって言ってるのが、どっちがちょっと今もなお乱すの。どっちが狼だとしてもここで、あ、この人を守ってる気がする。そうか、綺麗に綺麗にね、クリーンな政治をアピールしてるこの彼をね、守ることで何かこう正義を感じるって言ったって、だって2人が同じこと言ってるのそこだけだから、嘘の可能性があって出てきちゃうってことか。そうだからもう効果はないけど、でも僕は君にバラを送り続けるよ。そういうゲームになっちゃってんだよな。難しい。これでもね、結果としては動かないんだと思うんですけど、でもなぁ、わかんない。木村君敵だったら確かに怖いし、でも菅沼君も前何回かの時にまんまと騙されたことがあったから、うーん、本当かなっていうのがあったりとかして、でももうこの状況ですもんね。だからちょっとその2人の意見が合ってるってことはなんかあるのかなという思いがちょっとだけ、はい、全ての投票が終わりました。菅沼さんが1票、木村さんが4票、そしてなぜか畑野さんが2票。なぜかって言っちゃった、なぜかっつっちゃったよ MC。 投票の結果、本日人狼と疑われ追放されるのは木村良平さんです。バラを置いて扉の前までお越しください。最後の一言をお願いします。次からは畑野くんの隣に座ろうと思います。それでは王国に恐ろしい夜がやってきます。薄く美しい散り際、すごい爪痕残してたね。さあ本日も夜がやってまいりました。いや、怒涛の3日間が続きましてですね、先ほどもご説明した通りですね、この人狼ゲーム9人、11人でスタートしまして、9人、7人、そして、5人とどんどん人数が減っていくんですが、3日連続人間側を追放し、3日連続人間側が夜を襲われてしまうと人狼の勝利が、ほぼ決定づくという形となっております。どういう展開に今後なっていくんでしょうか。それでは、追放された皆さんを呼びたいと思います。どうぞ。さあ皆さんどうぞ真ん中の方までお越しください。などもどうもどうも、せませ。じゃあ野島博文さんと、真ん中に来ていただいて、いやいやいや、あ、木村さんが今消しを打ちに行っています。木村さんがまだいらっしゃないということですね。はい、はい、すごい爆弾を置いていかれましたが、木村さんは。いや、さあ野島さんいかがでしたか。夜に行かれてしまいましたね。そうですね、まあ
役職ついてますとか言っちゃったらそりゃ襲われますよね。そうですね、なかなかね、でもその前にやっぱ追放されたくなかったんで、もうここで言うしかないと思って、今日つい言ってしまいました。本番の前にねリハーサルもちろんやったんですけれども、その時はあの初日にいなくなってしまいましたので ねひろふみさんね、あ、来ました、木村さん来ましたね、どうぞ真ん中の方にお越しください ね、はいはい、どうぞどうぞ。死にたてなんで死にたてほやほやで、ね、いや熱い対決が繰り広げられましたね。いや人って変わるもんですねと思う。まあ最初はねあの逆の立場だったわけですもんね、うん、自分が、嘘をついたって言ったら一番最初メンバーが全然違かった時は本当にあの初めての人ね、あの時は確か一番最初の時からいらっしゃったと思うんですけど、はい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 、すごい苦い顔をされてますけど。あ、ごめんなさい、いや今違うの、ケンジがね良平背景に溶け込んでるねって。確かにちょっとねボソッと言うから、見えると今いいよ喋ってるんですか、ちょっと、うん、すいません、ホテル白しか見えない。なんでな、なんでなんで、おかしいでしょ。なんで撮られた。あ、これでね、ハイキューと同化しないように、輪郭がはっきりしました、輪郭がはっきりしました。なんで撮られた、大きいんですけど。まあね、ここまでね、3日やってきましたね、うん、あとは中の人たちがどう考えるかですね。そうなんですよ、あの役職者と言った野島博文さんが夜に追放され、そして自分が預言者だと言った木村良平さんが昼に追放され、それがそれぞれ何だったのかっていうのはね、なかなか難しいと思いますけども、動きますよ、これじゃあ、もう決着ですからね、中には伝わらないのでちょっと聞いてみましょうか、人狼と先ほど言われていました、狼だと言われた木村良平さんが人狼だと思う方、ちょっとライト振ってもらっていいですか、何色でもいいです。なるほど、なるほどなるほど、ありがとうございます、下ろしてください。だから逆に、いや人狼じゃないよ、本物の預言者だよって思う人は振ってみてください。なるほどなるほど。はい、これは中に伝わらない情報ですので皆さん安心してください。ゲームのトークっていうのもあるんですけど、我々のパーソナリティによって引っ張られるっていうところもあるじゃないですか、そうなんですよ ね、 すね、菅沼氏が嘘なんかつくはずないみたいなね、みたいなね、結構あるんですよ、結構人狼あるあるなんですよ、ね、今振ったあれ、そうか、おお、ちょっと今言えねえんだって思い出したわ、ちょっと、ね、まあ、例えば今回のメンバーだったら木村さん結構人狼やられてるじゃないですか、まあまあちょっと誘導できるタイプが預言者だって言ったところに、人狼初めてですっていう人が来ると、あ、めっちゃ信じるみたいなね、よくありますよね。さあ、それでは人狼が誰か襲ってますね、鈴木見てみましょう、壮絶、それでは王国に朝がやってきます、王国に朝がやってきます。本日の役人は少しお寝坊さんだったようです。それでは皆様、朝になりました、目を開けてください。本日、いや昨夜、人狼によって襲われていたのは菅沼久義さんです。扉の前までお進みください。もう一言も発することはできません。お疲れ様です。そこにいると扉にぶつかります。ドア気をつけてください、もうちょっと前に、さらなるダメージを負わないでいただきたい。ありがとう菅沼さん。それでは皆様、4日目の議論を開始してください。まあこういうことですね。はい、さあということで何、一人ずつ一人ずつ聞いてく、どう思ってるか、そうしましょうか。ただこの人数でまだゲームが続いているということは、はい、人狼が2匹はいないということですね、きっとね。いるの？いや、いる可能性もあるよ。嘘、だってあでしょ、追放者が出て、そしたら終わりでしょ、ね、人狼が1匹いる可能性がある。そうですよね、うん、1匹いる可能性があります。そうか、2匹はいないと思う、ね、もし決着がついたらこの時点で決着がついてる。そう2匹いたら決着がついてる、2匹いたら決着がついてるから。あ、早い、早くね、早っ、もう早っ、
残り3分です。ああ、3分ね。はい。最後の票を、今の票、さっきの、追放投票の時。はい、前回の。うん。僕と、畑野さんと、俺。豊永さんが、うん、キム2に入れたんでしたっけ？そうなんです。あと、菅沼さんのね。そうです。はい。うん、そこら辺が怪しいと思ってます。え？ん？逆に？違う、その僕と入れてない2人がね、僕そうなんです、僕もだから今杉山さんと大中さんの2人が怪しいな、お二人のうちのどちらかが人狼なんじゃないかなっていうふうに考えてます。僕はでも入れる時にもうすでに木村君なのは当確だったんで、うんうん、なので2人が同じことを言ってるってことはどっちかが嘘をついてるってことは片棒担いでるのかな、どうなのかな、それとも仲間じゃないと見せかけたかったのか、いやでもどうなんだろう、それ複雑ですね。それとどっちが本当に人狼だったかっていうのを信じるかっていうことになってくるじゃない。うーん、だからうーんと思って、僕の推理いいですか？あ、そうか、はい、僕、杉山さんシンプルに、うん、シンプルにありのままのことを計算して考えると、うん、僕の今頭の中では2つぐらい答えがあって、うん、一つが杉山さんが人狼で、うん、大中さんが裏切り者だった場合、うん、だとそのバラの渡す感覚っていうのも合点がいくんですよ、うん、ただ一つだけ引っかかってるのが、うん、俺は葵くんが人狼だった場合を仮定すると、うん、キム兄やんに人狼だけどあえて投票することで場を逃れるっていうことをした場合どうなるかなっていうのを今ずっと考えてて、うん、なぜならキム・ニーヤと葵くんはここ熟練者というか人狼経験が結構豊富なので、はい、そういうこともやりかねないなって思いつつ、キム・ニーヤが一番最初にエグッちゃんを追放したというか人狼が一番最初にエグッちゃんを追放したのも、うん、多分まあ熟練者を邪魔だったから省きたかったのかなっていうことを考えていくとちょっと分かんなくなるんですよ。残り1分です。そうだよね、もうあの状態だったら、うん、もうほぼね、菅沼を信じてたら決定的だもんね、うん、そこはね。ただ僕だった場合は結構僕序盤から結構発信してるんですよ。そうね、だからどっちかというと人狼側からしたら、うん、どっちか面倒くさいと思われる側か、うん、あ、こいつ仲間として最後まで取っとけば最後に殺しゃ、うん、殺しゃ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 、そのために取っておこうって利用されてる側どっちかなんですよ、うん、僕ここに残ってるの今すごい不思議ですもん、うん、結構あそれが的が当たってるにしろ外れてるにしろ、うんうん、僕が今ここに残ってることが、うん、そんな面倒くさくない、そう、だから俺はちょっと、うん、ちょっとね、人狼っぽいかね、確かに切れ者なのに全く狙われてないし名前が上がらないっていうのもなんか、うん、とは思うんだけど、これが狙いだと思うな、人狼の、そうだ、どっちかが分かんないんです僕、うん、それでは議論時間終了、議論時間終了です。おかしいな、トッシーが言い出したよ、皆様順番は任意です、一人ずつバラを人狼だと思う相手に渡してください。あ、いや、一人ずつだもんね。いや、なんで？いやいやいや、大中さん、君とはこれきりだよ。それきり。いやもうさすがに、大中さんが覚醒した。いやでもなんかちょっとトッシーがそういうところ結構冷静に分析してたなと思ったんで、やっぱり一番似合う人にバラを。あ。そういうことなら、そういうことなら、じゃあ、ああどうぞ、じゃあ、はい、はい、今説明した通りで、結構切れ者なんですよ彼、こう見えて、でそんな中でこの流れの中で全く疑われなかったとか名前があんまり上がらなかったのが不思議で、後半に入ってからやや発言が少ないか、まあ状況を見てたのかもしれないんだけども、その辺がちょっと引っかかったので、一番バラの似合う葵くんに、はい、そういうことなら、はい。じゃあ僕、あ、もういけない。どうしますか、先行きます、先行きますか、はいはい、僕の今の推理を聞いてた時のリアクションで決めます。杉山さん、はいはい、おお、はい、じゃあ私も杉山さんに、はい、ああ、頼む畑野さん、ああ畑野くんが、そんな畑野くんが選んでしまう、いつもかっこいい畑野さんがかわいい、畑野推し、そんなビクビクしてる、
可愛いですよ。ほら、王国のためにはね、決断をしなきゃいけない時あるよ。そうですね、皆さん声を聞かせてもらえませんか、はい、ここでここでいいですか、皆さんいいです、はい、いいと思います。これで決着つきますし、最後の皆さんの声を聞かせてください。はい、誰が人狼だと思いますか緑緑は杉山さんですけど、結構、はい、緑結構分かれてる。黄色が誰、黄色もちらほら、緑がちょっと半々ぐらい、でもほぼ半々、ほぼ半々ですね。あ、黄色が、そうか、青井君が、はい、いや本当に割れてますね。そして若干いるその中で推理をした俺を疑ってる人も何人かいます。それもね、本当だ、すいません、本当に泣きにしも、ま、僕は杉山さんが扉の向こうに行ってしまった時にすごい辛かったです。杉山さんいますけど、あ、杉山さんじゃない、ごめんなさい、まだいるよ杉山さん、菅沼さんまだいるよ、すごい間違えました、菅沼さんです菅沼さんね、菅沼さんです、はい、もう手が震えちゃってでも今心の中で考えてたことが多分出てしまったんだと思うんです。僕の心でやっぱ杉山さんがどこか怪しく思ってしまいました。はい、すいません。いえいえ、それでは全員の投票が終わりました。青井さん2票、杉山さん3票ということで、はい、本日人狼と疑われ追放されるのは杉山紀明さんです。はい、バラを置いて扉の前にお越しください。それでは最後に皆様に一言お願いします。頑張ってください。ちょっと待って、まずいぞこれ。頑張ってください頑張ってください。えカメラで抜かれてるよ頑張ってください。失礼します。それでは王国に恐ろしい夜がやってきません。王子の勝利です。やった、王子の皆さんおめでとうございます。あの人は裏切り者だ、裏切り者がいる、裏切り者。水島さん、あなたの引いたカードは何ですか。裏切り者だよ。でもな、今感じたけどトッシーがある意味第二の裏切り者だったけどな。え、どういうことですか最後の最後にまあ畑野くんが迷ったかどうか分かんないけど、翔、はい、ちゃんに入れる余地を与えてくれたんだよね。ああ、グラッときましたよ。でも あの推理は、はい、うん、まああの時に、じゃあ後で話します、とりあえず。いや、さあ改めて生き残りながら勝利した豊中さん、青井さん、そして最後決めた畑野さんに大きな拍手を。ありがとうございました。ありがとう、みんなの声のおかげだ、みんなのおかげだ。さあ、それでは追放された皆さんにもステージに戻ってきていただきましょう。どうぞ。さあ皆さん大きな拍手でお迎えください。おかえりなさい、菅沼さん、やりました、生き残った。さあ、すごい悔しがってる人います。今回ね、いろいろと、あ、もう皆さんの中身は全て秘密でやらせていただきましたので、皆さん気になってると思います、橋の豊永さんから順に役職を発表していってください。どうぞ。豊永王子、人間だよはい、青井翔太は人間です。人狼です怖え、隣怖い。人間です。お、人狼でした。素晴らしい、畑野渡る人間でした。ありがとうございました。僕が占い師、あ、違う、予言者だよ。よ
みんなに嫌われちゃった人間です。誰も守れなかったボディーガードです。ちっとも仕事ができなかった人間です。一番惨めな生き残っちゃった裏切り者だよ。はい、というわけで、このような役職の展開だったわけなんですが、ちょっと1日目からねゲームを軽く振り返っていきましょう。はい、1日目からなんと決戦投票に、なりましたね。決戦投票に上がったのが高橋さんと野島健二さん、はい、で、結構な票差で、残念ながら高橋さんが追放されてしまい、翌日も決戦投票になり、なんと3人の決戦投票、そこにもまた健二さんが入ってくると、はい、そしてついに2回連続は耐えきれず追放されたということですね。はい、なんとこの時点で本物の預言者菅沼さんはもう人狼を見つけていたんですね。木村さんが人狼だと分かっていた。この時は、言おうか言おうまいかっていうのは どういうふうに考えてました？そうですね、いや人間であってほしかったんです。一番 あのパートナーになってほしいなと思って占ってもらったら敵だったんで。なるほど、はい、もうただただもう畑野さんを守りたいっていう、ね、はい、意識が前面に出て投票もずっと待って、僕がボディーガードになっちゃってましたね、畑野君のね。いや、でも怖かったんでボロが出ないように隠してました。なるほど、もうでもそのね友情が、はい、皆さんを信じさせる一員になったのではないでしょうか。素晴らしかったと思います。そして次の日に預言者が、菅沼さんが名乗り出て木村さんを人狼だと言ったら、木村さんが俺が本物だからって出てきましたね。うん、用意はしてたんですよ。だけど僕も本当になんか人狼あんまやったことないんで、嘘をつくのが怖くて誰かが出たら乗っかろうと思ってたんですけど、はい、その出ちゃった誰かがQちゃんだった時点で、あ、勝てないなと思って。いやー、絶対あっち信じるでしょ。俺でもそうするの。あるんですよね、そういうことが。いや、でもね、うまくて話でうんうんうんって聞いてたらいつの間にか偽物みたいに言われてるの。と思ってびっくりしましたね。びっくりしちゃった。さあ、そんなこんなで3日目だったんですが、なんとここまで追放してきた人は全員人間、うん、そして夜に追放された人も人間とボディーガードだった。つまり人狼2人と狂人裏切り者が、生き残っていた状況だったので、あそこでもし、うん、菅沼さんが追放されていると次の日人狼2人と狂人が徒党を組んで、人間に投票してしまえば人狼の勝利が確定するというギリギリの状況でしたね。なのであそこでの人狼だし、人狼を見つけたという宣言、非常に勝負の分かれ目でございました。改めて見つけた菅野さんに拍手を。素晴らしい、ナイスプレー。それまではずっと人だけで決戦投票してたわけですからね。そうなんです、ずっと人間だけでやってました。怖いわ。怖い。さあ、そこからね、あの推理のもと豊永さんも結構正しい推理を最後してまして、杉山さんが人狼で水島さんが狂人という推理の、踏まえまして、最後杉山さんを見事追放し人間勝利となりました。皆さん改めて大きな拍手お願いします。ありがとうございます。さあ、というわけで出演者の皆さん、人狼バトル無事、1回戦終わったということで、どうぞ前の方にお越しください。はい、さあ、昼のもなかなかね、いいシーソーゲームでございました。それではなかなか名残惜しい時ではございますが、人狼バトルライズ&ザ・トゥルー、そろそろエンディングとなります。それでは最後になりますが、皆さんから一言いただきたいと思います。じゃあ端から順番にいきましょうかね。葵さんから、はい、お願いします。はい、昼の部、無事、村人陣営が、勝利しましたけども、もうドキドキでした。もうなんか発言するのも怖いし、その勇気も必要なんだなって思いました。夜の部もあるんですけど、ちょっとドキドキがやばいです。はい、なのでまた、どちらの陣営になってもそのグループに、貢献できるように頑張っていきたいと思います。楽しかったです、ありがとうございました。では江口さん、お願いします。はい、江口孝也です。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。早々にやられたんですけれども、やっぱり裏側に行って、画面からこのことのやり取りとかを見てて、皆さんと同じ気持ちで臨んでたんですけれども、やっぱりギリギリまでわからないですね。なんとなく目星はつけるんですけれども、やっぱりどうしてもこう疑いたくない気持ちと、いや怪しいっていう気持ちと、こうなんかぶつかり合うみたいな感じで楽しかったんですけれども、ただやっぱりですね、こうあの画面越しに見ていまして、このゲームが一番苦手だとおっしゃっていた畑野渉さんのリアクション一つ一つが
全部アップで抜かれてたもんな。見ていて本当に面白くて全員を信じてるあのマナコ。本当にピュアな方なんだなって思いました。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。その様子も DVD になりますのでお楽しみにお待ちください。さあ続いて木村さんお願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。本当にこんなにたくさんね人狼僕らが遊ぶのを見に来てくださって、聞き取りにくいとかなかったです。大丈夫ですかね。なるべくね気をつけてはみんないたんですけれども、とっても悔しかったです。いい感じだったんですけどね。キューちゃん一人に負けたなっていうのはね、夜の部でなんとか挽回したいと思いますんで、参加される方はまたね、DVD などもありますのでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは菅沼さんお願いします。はい、菅沼一生です。あ、ちょっと今疲れちゃってもう声がねあ、ごめんなさい。大丈夫ですか。いや、一番のね、やっぱり良平は、ね、付き合いも長いですしね、切れ者だからもうすぐさま人間だと分かってパートナーに引き込んでね、うまくこうね、やっていこうと思った一番最初に占った人が人狼ですって言われたからもうダメだと思ってもうガクガクブルブルしてたんですけども、なんとかね、人間側勝ちまして、でも最後の最後まで杉山さんは分からなかったです。いやいやいや、はい、もうとんでもないですもんね。これから怪しい目で見ていきたいと思います、はい、夜の部は。いやでもね、この前のちょっとゲームの時で本当に菅沼さんにえ、マジでって騙されたこともあったので、うまいなと思ったんで分からなかったっていうのも、分からなかったっていう体にしようと思ってたんですけど、はい、でもね、何よりにも誤算がね、豊永君が一番最初にみんなに疑われてたじゃないですか。だからその状況ってもしかしてうまくすれば利用できるのかなと思ってたら、やっぱすごいんですよ。洞察力と観察力がもう本当に鋭くて、逆に足元救われたなっていうぐらいで、もう高橋さんもそうですし、もう些細なところからもう早々に見破られてんじゃんと思ってすっごい、はい、すっごい見破られてましたよね、冒頭から。あ、まあね、はい、だから嘘なんてつけないなと思いました。はい、ありがとうございました。そんな二人でございました。そうですよね、菅沼さんの挨拶セットで挨拶。いいです、いいです、いいです。ありがとうございました。はい、では高橋さんお願いします。あ、すいません、自然と映ってきた。はい、仕事した気がしねえ。すいません、なんか裏に戻ってからもカメラがあるわけでもなく、はい、楽しんでました。すいません、はい、なんだ、いや正直、決選投票後裏に回って映像を見てて、この2人だって正直ピンときてました。なので2日目行けなかったら残念でした。まあ、またの機会に頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。それでは豊永さんお願いします。はい、レッド豊永です。ありがとうございました。意外とそうなんですよ、僕今までのやつも全部含めて割と最終日近辺まで生き残ってるんですよね、人狼であれ人間であれ。なんでまあちょっと今日はもう本当に名探偵になったつもりで皆さんに僕の名推理をお聞きいただきまして、本当に気持ちよくこのまま終われば寝れそうなんですけど。大丈夫ですか、それ夜の部への夜あるんですよね。そう、夜あるんですよ。なんでまあちょっと夜がちょっと心配だなと思いました。これでちょっとね危険視されたらどうしようかなとちょっとドキドキしながらも、ただ僕はもう本当に畑野さんの顔を近くで見ていたいので、なるべくその場に残りつつね、夜の分も楽しみたいなというふうに思います。夜の分もね、いらっしゃらない方はDVD も発売しますので、そちらの方も楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思います。みんな仲良しです。ありがとうございました。それでは野島健二さんお願いします。はい、バイオレット野島健二です。ありがとうございます。ですね、いや皆さんの洞察力の鋭さ、本当最後の最後まで全然誰が誰だかじゃない、誰が誰か知ってるんですけど、それも朦朧としちゃって名前忘れちゃった役者ね、あれ菅沼かな、あ、すいませんね、菅沼です、すいません。誰がどんな役職か、誰が人狼なのか全然分かんなかったんですけど、見事ね畑野くんが見抜いて、そしてっていうか皆さんだろうね、投票も参考にしてみんなで、遂げたゲームだったような気がします。僕はまずもう一度ルールからしっかり本番前に腕を組んで、あれ何だったんですか、ずっと見てたの、普段見てないの。ルールをちゃんと把握しなきゃと思ってちゃんと勉強してたんです。あ、ちゃんと勉強してた、トシちゃんと勉強してたんだって。にしてはあのタイミングでって思いましたね。前日までにやっとこうね。で、
今日勉強して明日頑張ります。明日ないよ。明日ないです。夜ね、夜頑張ります。夜頑張ります。本当にごめんなさい。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、野島博文さんお願いします。はい、結局今回も弟に疑われ、そしたらルールもよく分かってなくて誰が誰だかみたいなことを言ってるようなやつに疑われていたと思うと悔しくてならない。しかもそんな理由でね、死んだりもね、するのでね、追放されたりもするので、気が抜けないゲームだったわけですが、こうして、始まる前はこんなね、大勢のお客さんの前でね、人狼のような好奇心、結構集中力の必要なゲームが楽しめるのかなと思ったら、いざやってみたら結構面白くて、やはり、集中して楽しむことができました。もうお客さんも楽しんでいただけましたよね。ありがとうございます。で、皆さん楽しめて僕らも楽しめたんで、本当に、いい空間になったと思います。今日は本当にありがとうございました。それでは畑野さんお願いします。はい、もう本当に最後の最後まで誰が人狼かっていうのはぶっちゃけよく分かってはいませんでしたが、もしかして大中さんはルールをご存じないのかなとか、なんかいろんな可能性が出てきちゃって、なんでずっと僕に渡すんだろうなとか、もうよく分かんなくなってきちゃったんですけども、ただやっぱ最後に信じようと思ったのは菅沼さんのぬくもりでした。あの温かみはきっと嘘ではないだろうなというのがあったので、本当に最後まで信じ抜くことができたなと思います。ありがとうございました。それでは最後に、本日のある意味キーマンとなりました水嶋貴弘さんにもお願いします。はい、僕前にも裏切り者をやって、結局最後に残って敗北を味わうということを経験して、裏切り者のプレイングってすごい難しいなと、後半からいかに今度逆に自分をみんなの疑いの目を向けて自分を追放させるかっていう風にしなきゃいけなかったんですけど、変に生き残ると難しいなっていうのをこうすごく勉強しました。で、今回ね、もう一つ大きな仕事として思ってやってたのは、まあ、畑野くんの表情をね、皆さんにお届けすることが僕の仕事だと思ったので、畑野くんに投票する理由をたくさん毎回毎回作ってお送りしてた感じがするので、そこはとても楽しかったし、それも若干混乱させることになったかな、わかんねえなって感じだったんですけど、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。出演者の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。本当に本日たくさんのご来場と、そしてご声援、そしてペンライトの、ね、光もたくさん本当にありがとうございました。それでは以上で本日人狼バトルライズ&ザトゥルース昼の部終了とさせていただきたいと思います。これからも人狼バトルの応援よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。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 またねー。